奴は俺の目を盗んで沢村遥と赤ん坊をカムロ町におびき出した。だがその後一体何があったのか。あの日カムロ町に出てきた沢村遥を引いて逃げたのは辰川の車だったんだよ。辰川が遥ちゃんを。あいつはなんでそんな真似を。これは俺の想像だが、あの事故は辰川にとっても望まない結果だったはずだ。結局辰川はあの事故で赤ん坊を取り逃がしたわけだからな。辰川が遥を引いたって話、本当に間違いねえんだろうな。はあ、確かだよ。そして事故以来姿消してた問題の赤ん坊はいつの間にか道島の竜の腕ん中にいたってわけだ。くそ、一体何がどうなっとるじゃ。あとはあんたらも知っての通り、辰川は西洋会に殺されたよ。赤ん坊を岩見恒夫に売ろうとしたことがバレてな。あいつの殺され方見たか。そばで死んでた恋人の女はあいつが江戸に脅されながら自分の手でやったそうだぜ。江戸が笑いながらその時のことを話してくれたよ。江戸は女が死ぬのを辰川にじっくり見せつけた後、喉を切り裂いて心臓をめった刺しにした。いくら西洋会に忠誠を尽くそうが、俺もいつ辰川と同じ運命になるか分かったもんじゃねえ。何を泣きよるんじゃ。自業自得じゃろうがバカだれ。俺が知ってることはこれで全部です。広瀬さん、約束通り俺をかくまってもらえるよう来栖会長に言ってもらえますよね。南雲、坊主をしっかり抱いてろ。え？こいつら、ハルト狙ってるか。クソ、なんじゃ踊れる。みんな下がってろ。親分とハルトを頼む。へい。Ha!
그놈은 건들지 마라. 오케이. 내가 직접 처리한다. 오말 한준기. 난데 오마에가 코코니? 크사 소코 도케! 잡아라! 아기를 빼앗았으니 이제 그만 가시죠.
キリンさん、あなたとはこんな形で再会したくはなかった。今日はこれで失礼します。ユータ。兄貴。ハルトはどうなった？それが俺も途中ではぐれちまったんで。ハルトのことは頭が連れて逃げてます。うまく連中を振り切っててくれればいいんすけど。どうなったか分からねえってことか。ええ、でも組の事務所で待ってれば連絡があると思います。おお、大変だ。Yeah, I'm probably gonna shoot that. Yeah, my clan banner, I'm just kinda done with. It's like I really wanted to try, what is... That was Hatakeyama-san?何が元気がないようだな。Yeah, I really want to beat that, but I just couldn't. ため息なんかついてどうしたんだ、畠山さん。ああ、桐生さんか。いや、大したことじゃないんだけどさ。なんか僕の大事なものが盗まれちゃったらしいんだ。盗まれたって。But I got the trophy because he's all I really care about. Or でよかったら話くらい聞くぜ。Like, even though I got the trophy, it was fun for a little bit. なんか悪いね、気を使わせちゃって。Until freaking I had a grind. ちょうどさっきゲンさんも来たとこなのよ。一緒に飲みましょう。ん？なんだい畠山さん、元気ねえな。そうね、なんだかいつもの覇気がないわ。なんかあったの？うん、実はさ。 What is this? Left is... What am I doing? それでなんでそんなに元気がないのよ。何やら大事なものが取られたと言っていたが。え？泥棒？大事なものってあれか？料理人だし包丁とかか。どうなんだ？そんなもんいくらでもくれてやるよ。通販で買ったやつだし。そこはもう少しこだわってて欲しかったわ。そうだな。じゃあ何が盗まれたんだよ。実は娘に彼氏ができてしまったらしいんだ。あれ？今盗難系の話だったわよね。立派な盗難だよ。僕のマナ娘がよその男に取られたんだよ。ああ、そういう話か。娘さんっておいくつなの？高校2年。高校ってまだガキじゃねえか。それで色恋って。何言ってんの。高2なんて恋したい盛りじゃない。ああ、確かにそうか。思い出すわね、私の高校時代。やっぱママはモテてたんか。そりゃまあモテたわよ。でもね。私の本命だった田中君だけは振り向いてくれなかったのよね。田中君の愛さえあればその他大勢のラブレターなんていらなかった。なんだよ、ちょっと甘酸っぱいじゃねえか。まあ戦も敵将を打ち取ったら勝ちだもんな。恋も同じってか。あのさ、ママの恋愛論はいいから、
今は僕の話よ。つっても高校生の娘に彼氏ができたって話だろ。まだできたって決まってない。俺はママの乱れた学園生活の思い出の方が聞きたいんだがな。そうだな。別に乱れてないわよ。おいおい、キリュウさんもなんか言ってやってよ。とりあえず今は畠山さんの話聞いてやろうぜ。キリュウさん、ありがとう。しゃあねえな。それで彼氏の真相だっけ？結局どうすんだよ。というか、なんで彼氏がいるかもって分かったの？今朝、妻と娘が話してるのを聞いちゃったんだよ。なるほどな。でも娘に直接そんなこと聞いたら嫌われそうでさ。お年頃だもんね。でもいずれ娘だって嫁に行くんだぜ。うろたえすぎだろ。確かにな。まだ早いよ。もう少し僕のそばにいてほしい。ちなみにこれでチャラチャラした軽い男が彼氏だったら？殺すかもしれない。逆に誠実な好青年だったら？まあ殺しはしないと思う。この人に包丁握らせて大丈夫なのか？でも相手って大事よね。私も娘がいたら不良の彼氏は嫌かも。直接嫁さんに聞いたらいいんじゃねえのか？確かにな。妻は娘と結託してて教えちゃくれねえよ。こういう時親父って弱いよな。そうだな。どうしたものかしらね。どうしたの、キリュウさん。すまん。ちょっと違うことを考えていて。ちゃんと考えてやんなよ。これでも一応悩んでるっぽいし。何か他に情報はないの？情報か。なんかあるな、これは。これから娘はデートをするらしい。何？おう、デートか。この辺でデートって言ったらラペンテかしらね。まあ昔からの定番だよな。気になるならちょっと行ってみてきたら。実はただの友達かもしれないし。でも娘のデートを覗き見るって人間失格だよね。あ、嫁と娘の会話盗み聞きしたおっさんが今さら何言ってんだか。それにもし相手が不良だったら理性が保てないかも。いろんな感情がせめぎ合ってるわね。やっぱりやめておこうかな。見つかったらもっと嫌われちゃうかもしれないし。まあ無理にとは言わないけど。ちょっと考えてみるよ。みんな話聞いてくれてありがとうね。気を確かにな。あまり盛り上がらずに終わってしまったな。うまく話に入れずに微妙な空気で終わってしまった。まだ店にいるようだし、心を落ち着かせてもう一度話をしに行ってみるか。Oh god damn it. Why?兄貴、兄貴、俺のこと怒ってますよね、はるかさんのこと。おお、兄貴、やっぱりこちらでしたか。
南雲、ハルト。堪忍してください。さっきの連中に奪われてしもうたんじゃ。なんだと？あいつら坊ちゃんを奪った後、船に乗り込みよった。船って、それじゃ追いかけらんないじゃないですか。なんでソガーにすぐに諦めるんじゃ。踊れはあの子がドガーになってもええんか。いいわけないでしょう。けど俺はもうさっきから頭ん中ぐちゃぐちゃで、急にハルトが俺の子供とか、中国マフィアのボスが親だったとか、マジでわけわかんねえよ。しっかりせんかバカタレ。今いいののやつに船を用意させとるけ。あいつは漁協の連中も捜査に手貸すじゃろう言うとったで。さらわれたんはあのハルカさんの赤ん坊じゃけ。兄貴、聞いての通りじゃ。船まで案内しますけ。おやすさんたちも向かっとります。はよ。おい、何しとるんじゃ。言うたはい、どういう何しとるんじゃ。言うた、はい、踊れ、ふぬけとる場合か。言うた、こんなガキ。兄貴、誰よりこいつにムカついてるのはこの俺だ。南雲、ユタ、俺が今何に一番怒ってるのか分かるか。お前がハルカとやったことでも、それを隠していたことでもねえぞ。じゃあ何なんすか。これまでのお前なら、目の前で赤ん坊をさらわれりゃ一問二もなく助けてって立ち上がったはずだ。南雲たちのようにな。なのに今お前が立ち上がれない理由は何だ。自分にマフィアの血が流れてるからか。それともお前のその血をハルトも引いているからか。だがどっちにしたって同じことだ。そんなくだらねえもんに惑わされてるんじゃねえ。兄貴、自分が誰の血を引いてるかで生き方を変えるな。誰の血を引いているかで人を見るな。それができないようじゃ、お前も結局ローと何も変わりはしねえぞ。俺は命に代えてもハルトを取り戻す。お前はそこで指くわえて見てるよ。だからそん時は二度と俺の前に面は見せない。Tricking after discussion or whatever。 わしが言いたいこと兄貴が全部言うてくれたわ。兄貴、いいのが船を出しとるはずじゃ。いや、もう、エンドラー、クリーナー、もう、セーブ。